かもう誤算みたいなもんだよな。大怪獣バトルじゃん、もうすごいな。ゴジラ映画みたいになってるけども。現実況劇団鳥の爪。どうもー、鳥の爪団総統です。今回もスターウォーズジェダイフォールオーダーバトルグリッドの方で遊んでいこうと思います。今回はですね、賞金稼ぎ同士を争わせてみたいなということでやっていきましょう。今回はですね、賞金稼ぎのバトルロワイヤルをやってみようかなと思うんですけども、賞金稼ぎ全部で3キャラクターかないますね。ハクションブレードの賞金稼ぎドロイドで、そしてハクションブレードのコマンドと、でハクションブレードの賞金稼ぎの、3体しかいないということなので、100ポイントマックスで使いたいので、こちらのドロイドと賞金稼ぎは2体ずつにしてみました。でこんな感じの配置でちょっとバトルロワイヤルやっていきましょう。スタート。これまたちょっと激しい戦いになるんじゃないかな。ライトセーブは最強決定戦の時も結構熱い戦いが繰り広げられましたけども、バトルロワイヤルっていうのがまた賞金稼ぎっぽい。おいっと、こいつはまだ自分の管轄外じゃないと、私のソーシャルディスタンスにはまだ入ってきてないと。戦う気ないやついるな、すごいな。無関心、あ、マジで無関心だな、すごいな。これでもだいぶ有利ですよ。あ、ようやくここでスタートです。黄色いやつちょっとずるいな、あいつ。あ、この布かぶってんのもかっこいいよね、なんかね、いいよな。これドロイド同士がまた熱い戦いをしてるところにチュンチュン外から打っていく賞金稼ぎらしい戦い方。体力はドロイドありそうだもんな。うわ、すごい。うわ、ロボット戦を制していく。さあ、あのずるかった賞金稼ぎに対してここぞとばかりにドロイドが攻撃を仕掛けていく。うわ、爆撃、これ強いぞ。当たってるのかと思ったら2対2のバトルだ。これ2対2のバトルに展開していく。うわ、すごい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 。ドラマがある。あ、ドロイドやられましたね。ということは残り3人だ。あいつやっぱずるいわ、あの黄色いの。つかず離れずの位置でチュンチュンやりやがって。うわうわうわ、これは痛い。布のやつやられるか。布のやつっていう言い方なんか雑だけども、わあ、でもこれ強力な一撃。あ、やられましたね。さあ、そして最後やはり残った黄色。おお、一方的な打ち合い。あ、でも同じ方じゃないのこれ、賞金稼ぎ同士じゃないのこれ。ああ、言ってる感じだけども。さあ、どうだ。おお、ジェットパックの使いどころか、かっこいい。おお、すごいすごいすごい、空中戦。おお、ああ言っていく。どうだ、まだでも体力はお互い残っている。さあ、どうだ、睨み合って、おお、飛んで打ってかわして。すごいすごいすごい、おお、すごいぞ。やっぱあの黄色のやつ一味違う。うわー、いったか。だいぶダメージのでかいミサイルは結構入ってる印象だけども。おお、ジェットパックの使いどころかっこいいんだよなこいつら。全く同じ動き。体力を残している方がどっちなのか。さあ、どうだ、音楽もなんか盛り上がってきた。おお、いったか。これはどうだ、やっぱあの黄色のやつ決めてくるよな。同じはずなんだけどな、微妙になんか最後一発決めてくるんだよな。おお、どうだ、空中でノックバック。さあ、当ててみろと。賞金稼ぎいらっしゃ。おお、今度は黄色を飛ばしていく。あ、お、決着ついたんでは。あの、ずるかったやつやっぱドロイドに食らったのが痛かったのかな。すげえ、優勝あなたです。ダークホースの青マスク、横移動がちょっとバグってる感じだけども。定位置に戻っていきました。青マスク、あなたの優勝です。ちょっと予想外の展開でしたね。面白。じゃあさらにちょっとやってないパターンで、ボガーノにいるオグド・ボグド、最初にみんな苦戦したであろうあのキャラクターですね。あとはニダック・アルファ、ラピッド・ジョタス、アルビノ・ウィークショック、この辺の気持ち悪いボスキャラクター同士を、バトル・ロワイヤル4人でさせてみましょう。これはでも結構優勢なのはラピッド・ジョタスとかニダック・アルファなんじゃないかなって気がするんですけども、純粋に。さあ、どうなるのかやっていきましょう。スタート。そもそもね、こいつ、いや、でかいね、ラピッド・ジョタス。だいぶ苦戦したんだよなあいつな。あ、ニダック・アルファが後ろから襲いかかる。これはでももう誤算みたいなもんだよな。大怪獣バトルじゃん、もうすごいな。ゴジラ映画みたいになってるけども。いや、殴り合い殴り合い。でもちょっと勢力のバランスとしてはちょうどいいかもしれないな。ニダックアルファとラピッドジョタス、ここちょっと似た感じの戦い方だもんね。毒でじわじわと殴り殺したら結構強いんじゃないか。あ、伝説の獣、なんかトロフィーゲットしたんだけど。これでもトロフィー手に入るんだ。
さあそして、あ、オグドボクとやられる。さすがに舌を出してダウン。あとはウィークショック。このアルビノがどうなるのか。やられた。やはり強いラビットジョタス。動画内でも苦戦しましたもんね。うわでかいわ、やっぱりあなた強いわ。存在感あるよなこれ。やば、あ腹かゆいの。あ、じゃあちょっと今までの動画を見てきた方ならわかると思うんですけども、ライトセーバー最強決定戦で優勝したカルの尋問官で、そして賞金稼ぎの、最強が今回決まりましたね。ハクシオンブレードの賞金稼ぎこいつでした。こいつ置くでしょ。で今最強生物決定戦もしたから、それのラピッドジョタス、置いていくでしょ。で、あとトルーパーですね。トルーパー代表はタワートルーパーです。でもあいつは結構一気にやられることあるんで、2体置いとこうかな。2体置いとこう。こんな感じで2体置いといて、なるべく有利ポジっぽいところから打てるようにしてあげるよ。でバトルロワイヤル形式だとこれ争わないのかな。どうなんだろう。カルは抵抗扱いか。抵抗扱いか。あ、じゃあバトロワ形式いこう。じゃあタワートルーパー2体いるけど、まずはそこで打ち合うことになりそうだな。まあいいや、ちょっとやってみましょう。スタート。さあ今までの最強同士が打ち合うこの展開。あー、タワードルーパーって残念。身内同士でねやり合ってね。これでも上からチュンチュンいけばワンチャンタワードルーパー勝つ可能性もあるからな。あそこの3人がね三つどもえになってる間に、あ、一気に決着つきそうな勢い。うわ、ラピッドジョタスの勢い半端じゃないぞ。でもカルはやっぱ主人公強いはず。ラピッドジョタスも倒すか。いやこれトルーパー優勢じゃないこれ。タワードルーパーね有利ポジからずっとチュンチュン打てるよ。ダメージ蓄積してるのはラピッドジョタスですね、上から打たれてるのは。さあで賞金稼ぎがいい距離取ったねこれ。うわいいぞいいぞ。ミサイルでこれカルとジョタスにだいぶダメージ入ってます。あ、うわジョタスここでダウンだ。タワードルーパーのダメージがだいぶ入ってたんではないか。あ、待って、賞金稼ぎまだ生き残ってるよね。うん、生き残ってる生き残ってる。残り3人です。さあカルがだいぶ上からチュンチュン狙われてる。このダメージ痛いぞカルなあ。でもカルはタワードルーパーを狙うことはない。賞金稼ぎここでダウンだ。お、ダウンしたぞ。ということはカルとタワードルーパー、まさかの主人公とトルーパーの一騎打ち。ただなすすべないか。上に行こうとしない。お、いややっぱあの高所からチュンチュン、いやいや撃たれるだけだ。うわ高所からチュンチュンが一番強いねこれ。嘘だろ、フォースとかも使わない、仁王立ちです。嘘だ。タワートルーパーに対抗できるのはタワートルーパーと空を飛べるものだけという、そういう話でしょうか。うわ、ひたすら一方的に。でもダメージ弱いんだろうな、全然ダメージ入ってる感じないもん。しかもエイムがクソエイムたまに外します。とはいえ圧倒的な有利。すごいな、まさかの展開だよちょっとこれ。あ、待って、タワーを挟んでまさかのカルが隅に行ったことでお互いにターゲットロストだ。カルは最初からターゲットロストしてる感じだったけど、あ、歩き出した。ということはこれまた視野が動くのではないか。これ気づけば、カルが気づけばワンチャンあるぞ。あ、いや撃たれてる撃たれてる。カル頑張って、一回落ち着いて歩き出して。お前が歩き出してタワードルーパーの近くまで来ればまだワンチャン逆転あるかもしれない。トルーパーもどかしいだろうな、あのタワーから動けないもんなんだってな。うん、そりゃそうだわ。でカルがまた動き出したら撃つっていうねこの展開。でカルもね撃たれるだけなんだよな。うん、歩いて、あ、距離だいぶ詰まったぞ。どうだ、気づいてない、気づいてないか。ダメか、カル頑張るんだ。お前はそんな男じゃないはずだ。撃たれるだけのカルでいいのか。お前このゲームの主人公だぞ。いやにしてもカルもだいぶ耐えるよな。こっちの感染モードのカルはもう完全にくつろいちゃってる状態ですけども、だいぶ打たれてるはずなのに、ジョタス戦やってね、賞金稼ぎ戦もやって、それでまだこんだけ打たれてまだ体力残ってるってすごいな。やっぱカル全然当たってないぞトルーパーなあ。一生懸命打ってるけど、うん、そうカルが歩いてくれないとこの試合がね進まないのよ。まさかでした。うん、このタワーの配置がこんなドラマを生むとは思わなかったら。
カルの遮蔽物になるっていうね、こんな展開あると思ってなかったな。あー、カルいったうわー、最後断末魔だったな。うわうわ言ってということで、スターウォーズジェダイフォールンオーダー最強のキャラクターは、タワートルーパーです何これいや、とはいえタワートルーパー VS マイカルをした時マイカル勝ってるんだよな。まあタワートルーパー1体だったけどさ、ちょっとこれまた最強決定戦にマイカルを入れたらどうなるんだろう。ちょっと早送りしつつやっていきましょう。あーでもこれマイカルあれだ、タワートルーパーに行かないんだ。うわこれ空の王者が消えたらやばいぞ。あーマイカル行ったか、マイカル最初にダウンだ。うわー、タワートルーパーを倒すダークホースだったんだけど、他のやつに気がいっちゃったらそうなるよな。でここの3人はやっぱりこのままこう戦い合うわけだよな。となると、あカルが、カルが先にやられるとまた試合が変わってくるぞ。賞金稼ぎですね、賞金稼ぎが残った場合、あジョタスやれた、ジョタスダウン。やはりジョタスが早めにダウンだね。カルが早めにやられた場合はワンチャン賞金稼ぎがタワートルーパーを倒すっていう可能性が出てくるんだよな。これタワーを挟んだぞ、タワー挟んだ、これどうなるどうなるあ誰も攻撃し合わない、平和な展開かこれ一時と思いきや、おおどうだどうだ、あターゲット変わりましたね、カルの方狙った。うわあ、賞金稼ぎダウン。ということは真下にいるぞタワートルーパー。でこれまたカルが歩き出したところをトルーパーがチュンチュンのパターンで最後カルダウンだよな、おそらくな。わもう多分カルが対抗手段ないんだな、タワートルーパーに対して。すげえなこれ、カルももうこの表情よ、うん、半分足埋まってるしなこれ動かなくなりましたね、文字通りフリーズしてるわ、目見開いたまんまだもん。ということで今回の検証結果、それぞれの最強王座決定戦を優勝してきたやつらを戦わせたらタワートルーパーが一番強いでしたいやまさかだろうまたこんな感じでスターウォーズ関連動画も出そうと思ってますので、そういった動画気になるよって方はぜひチャンネル登録してトレノツメダンに入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。